ブラニフ航空、ブラニフ航空は1928年から1982年まで営業していたアメリカの航空会社。1928年にテキサス州でポール・アール・ブラニフとトーマス・イ、e ・ブラニフの兄弟によってブラニフエアウェイズの名で創業された。その後テキサス州を中心としたアメリカ中西部において航空郵便業務を展開し、 アメリカ国内における航空運送の発展とともに、1930年代半ば頃には、イリノイ州、シカゴやメキシコとの国境付近マソの路線を拡張した。その後は、当時の最新駅であるダグラス DC-2 や DC-3 を導入し、大陸間横断路線をはじめとするアメリカ国内路線を次々に拡充し、中堅航空会社としての地位を確立した。 第二次世界大戦中は路線拡張を停止するものの、大戦終結後には国内線の路線拡張を進めた傍ら、パンアメリカン航空などの限られた航空会社のみが長年運航を許されてきたカリブ海諸国や南アメカ諸国に限定された国際線の開設の政府認可を取得し、ダグラス DC-4 などの大型機を導入した。また、 第二次世界大戦後の国際線参入に合わせて、社名を、ブラニフ・インターナショナル・エアウェズに変更する。なお、カリブ海及び南アメリカ諸国路線のハブ空港として、ペリューの首都のリマのホルヘ・チャベース国際空港や、フロリダ州のマイアミ国際空港を利用し、カリブ海沿岸諸国から、ブラジル、ボリビア、アルゼンチンにわたる南米大陸を網羅する路線網を築いた。 1959年には、当時の最新鋭機であった大型ジェット旅客機、ボーイング707を、他のライバル航空会社と共に導入。その後も、同期のライバルのダグラス DC-8 や、イギリス製の中、短距離ジェット機の AC1 から11などを相次いで導入し、1960年代中頃には、ほとんどの所有機を、ジェット旅客機が占めるようになった。 さらに当時アメリカ政府の全面的協力を受けて、核飛行機製造会社が開発していた、開発中の超音速旅客機の発注にも興味を示し、後に、ボーイング2707型機の発注もいったものの、後に、これをキャンセルした。なお、この頃は、持ち株会社のグレートアメリカの参加となっていたものの、同社が1968年に、コングロマリットの リングテムコボートに買収されたことを受け、同社の参加になった。国内外における競争が激化する中、1965年には、コンチネンタルコ空クルの副社長であった、ハーリングウェル・ローレンスを招く。ローレンスは、他社との差別化を打ち出すべく、広告代理店の役員であったメアリー・ウェルズを、広告担当重役に招き、中規模広告代理店であるジャック・ティンカー&、 パートナーズをパートナーに、ウェルズの知人であった著名な、イタリア人デザイナーのエミリオプッチとアレキサンダー、ジラルドと共に、ザインド・オブ・ザ・プレーン・プレーン、退屈な飛行機の終焉キャンペーンを企画する。手始めに、これまでの他社と比べて、変わり映えのしない塗装を、ジェリービーンズフリートをテーマに、ベージュ、オード色、オレンジ、ターコイズ、ベイビーブルー、ミディアムブルー、 レモンイエローとラベンダーの各色に塗り分け、合計15種の塗装を自社機材に施した。この塗装の導入に合わせて、エミリオプッチがデザインした客室乗務員制服を導入する。その後、機内や空港のカウンター、本社オフィス、ブラニフワールドヘッドクォーター内も同じコンセプトを元に塗り分けられるなど、大胆なコーポレートアイデンティティは注目を浴び、また、 芸術家のアンディ・ウォーホルとボクシング世界チャンピオンのソニー・リストンなどの著名人を登用した広告シリーズを展開するなど派手な広告展開も同時に行い1960年代後半から1970年代にかけて最も成功した航空会社の一つとなった1973年にはモビールで有名な芸術家アレクサンダー・カルダーを招く 1975年にカルダーは、空飛ぶ色彩、フライングカラーズ、フライングカラーズ塗装を、ダグラス DC-8 に施し、パリエアショーでデビューさせる。さらにカルダーは、翌年のアメリカ独立200周年を記念する、特別塗装として、スペシャルカラーのボーイング727、フライングカラーズ・オブ・ザ・ユナイテッド・ステイツを就航させた。 さらに3期目のメキシコへのトリビュートも就航予定であったが、カルダーの休止によりデザインが完成せず中止された。ジミー・カーター政権が1978年に導入した航空自由化政策、ディレギュレーションの導入を受け国際線も南米諸国以外に拡張し、アジアやヨーロッパ各国へとその路線網を拡張すると、共に国内線から BAC1 から11を退役させより大型のボーイング727から200に更新させるなど拡張政策を進めた。さらに当時最新鋭の超長距離機材であったボーイング 747SP を導入し、大韓民国のソウルや香港、アルゼンチンのブエノスアイレス、ペリューのリマ、ブラジルのリオデジャネイロなど世界各国ヘリ入れたものの、 日本への定期便による乗り入れは行われなかった。日本に飛来したのは定期便としてではなく、香港へ向かっていた途中に、機内で急病人が発生した際に、成田へ緊急着陸するなど、形だけであった。1960年代に一度は発注したものの、他の航空会社と共にキャンセルした、超音速旅客機運航の夢を叶えるべく、1979年には、 ブリティッシュエアウェイズとエールフランス航空がそれぞれロドンとパリからワシントン DC に乗り入れるコンコルドをワシントン DC からダラスの区間を引き継いで共同運航した。しかし超音速飛行時に発生する衝撃波に対する反対運動などからアメリカ大陸上空における超音速飛行が許可されなかった上、当初の思惑に反し乗客が集まらなかったことから 共同運行は短間で中止された。なお、ブリティッシュエアウェイズとシンガポール航空が共同運行した際のような右限と左限サイドで両者の塗装を塗り分けるような施策は行われなかったが、専用の航空券や安全のしおりが用意された。九百六十年代から九百七十年代後半にかけて上記のような大胆なマーケティング施策を打ち続けると、 共に国際線の拡張政策を取り続けていたものの、1978年のリレギュレーション政策導入後の国外路線における拡張政策が国内線、国際線双方の競争激化や低価格競争を受けて思うような収益向上につながらなかった上に、イラン・イラク戦争の勃発による燃料の高騰により、大きなダメを受け急速に経営状態が悪化した。 1980年には社長のローレンスが解任されたもののローレンスの後継者たちも経営を立て直すことができず1982年5月11日に破産を宣告され翌12日にすべての便の運行を停止したその後ハヤットホテル経営者一族の J プリツカーが温度を取り1983年に残存資産を買い取り1984年に 再度同盟で運行を開始する。カンザスシティ国際空港をハブ空港に国内線と近距離国際線を運行し、機材はボーイング727から200やボーイング737から200が中心となった。なおこの時に新しいロゴと塗装が導入されることになり、以前使用されていたカルダーによるデザインは採用されなかった。その後豊富な資金をもとに、 オーランド国際空港を第二のハブにするなど路線を拡張し、地域航空会社のフロリダエクスプレス航空を買収するなど積極的な拡大政策を取った。さらにエアバス A320 とフォッカー100を大量発注したものの、1980年代後半には経営不振に陥る。その後パンアメリカン航空がオーダーしたものの、 経営不振により受領されなかったエアバス A320 を2機導入し、パンアメリカン航空のようなビルボード塗装を取り入れた新塗装で運行を行ったもの、1989年に一旦運行を停止する。その後再びエアバス A320 のみで規模を縮小して運行を再開したが、1990年12月に、 湾岸戦争による乗客減などを受け運行を停止した。その後1991年にビア・コーホールディングが経営権を買い取り再度復活し、ボーイング727から200とダグラス DC-9 数機で運行を開始するものの、こちらもわずか1年で運行を停止した。運行はダラスフォートワース国際空港から、 ワシントンダレス国際空港まで、ブラニフ航空が担当し、そこからパリロンドンまで、英仏それぞれの会社が担当するというものだった。なお、ブラニフ航空が発注した、ボーイング社製航空機の顧客番号、カスタマーコードは27で、航空機の形式名は747から127、747SP-27、747から227、 などとなっていた。1966年8月6日に、ブラニフ航空の250便がネブラスカ州で墜落した。ミズーリ州カンザス式からネブラスカ州オマハへ運航している途中であった。事故原因は機体の異常であった。この事故で38人の乗客と4人の乗員が犠牲になった。機種は BAC1 から11から 203AE で。 期待登録番号は N1553 であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。